雨が降ってるね。そうですね。傘持ってる？いいえ、持っていません。そっか。まったく君もついてないな。もし傘があれば私と相合い傘ができたかもしれないのにな。はははは。そうですね、ほんとついてないです。マジで何やってるんだか。はは、ははは、冗談だからね。いえ、俺先輩と相合い傘したかったです。ふえ。先輩のこと前から可愛いと思ってたし、チャンスがあればとか思ってたし、ははは、なんだか緊張してきちゃいましたよ。女の人と二人きりになるの久しぶりで。なんだよ、何言ってるんだよ。緊張するような相手じゃないだろ。私なんて女っぽくないしさ、ガサツだし。そんなことないですよ、ひまり先輩は。少なくとも俺の中ではとても女性らしい素敵な人です。そうなんだ。一応ありがとう。雨止んじゃったね。そうですね。うん、そろそろ帰ろっか。あ、はい。ちなみに武弘くんの家どっちなの？あっちです。そう、ちなみに私はこっちなんだけど。あ、間違えました、俺もそっちです。そう、同じじゃん。じゃあ、さ、途中まで一緒に歩いていこっか。ひまり先輩、そうですね、少し一緒に歩きましょう。うん、そうしよう。